今日も一日お疲れ目様。目が疲れたら新スマイル冷たい新スマイル。ミネラルをバランスよく含んだ博多の塩の焼き塩タイプ、食卓にサラサラっと博多の塩焼き塩。AV 人の高純度ハイファイ、三菱ビデオハイファイファンタス。三菱レイオンは浄水器を変えた。世界初超マイクロフィルターで赤水細菌はもうさよならだ。クリーン水。実力発揮スポーツビューティー、泳いでも崩れない素肌を守るスポーツビューティーシリーズ、後世から。ゴツゴツキラキラしていたい。言葉がきらめくパーソナルワープロマイリポート。参ったな。分かっちゃいました。そうです、スーパースターの三宅裕司です。今ちょっとねプライベートなんでね、ちょっと勘弁してほしいんだ。ありね、ありあり。参ったな、バレました。プライベートな時間だからね、ちょっとそっとしといてほしいんだよね。頼むよ本当に。チュン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 、わかります？よし、参ったな。なんでバレたかな。言うまでもありませんけども、その通りです、三宅裕司です。どこ行っても騒がれて困りますよ。まあ、あの売れるっていうのもね、よしあしですね。ファンですか？まあ私のファンの場合はね、まああのよくいるでしょう、ほらビビビビビビ騒ぐその子供たちが。ああいうのとはちょっと違いましてね、まあ大きい声じゃ言えませんけどもね、ミーハーが集まるっていう、それタレント自身にもね、それはあの責任があると思うんですよね。まあ、例えば美しい花には美しい蝶が集まるし、汚いものにはそのハエが集まるといったようにね。まあ私の場合はその三宅さんは花だなんてね言われてるんですけど、まあそのファン教育っていうんですか、そういったのもあの行き届いてますしね、非常にあのハイブローな人が集まってくれると思うんですよね。まあつまりあの、それは私のその何て言うんですか、キャラクターっていうのを非常に理解してくれる人たちがね集まってくれてますからね。ゆうちゃん、ゆうちゃん、あ、あ、だ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 、ごめん、ちょっと、これ。また女倒しまった。この三宅裕司の小黒、若者の間でファッションになっている。裕司のコロン、ユーコロンも爆発的な売れ行きだ。ユーちゃん文庫新発売。ラウンヤーにはユーコロンもございます。新発売。三宅裕司も冷たいよ。あ、いらっしゃいませ。リアルかしら。やっとした。
信用第一に考えております。いや、さすが一流の店は違うね。とにかくね、ジャワイン一本もらうから。あ、かしこまりました。お願いします。おい、三宅裕司が来てるぞ。三宅だよ。よしこ、あのトイレの絵なかなかいいな。あれな、うんちくがあるよ。あの絵がトイレの匂い取ってんの。に絵が匂いを取っている。おかしいじゃん。トイレのデオドライザー、森下仁丹から。今や主流は 3.5 インチ。音は出るわ、棒は動くわ。 FM 音源プラスジョイスティック、富士通のパソコン FM77L2 新登場。今 FM サマープレゼント実施中。女は一本勝負。肘、膝、かかと、ボディケアにメイク落とし。欲張り。ジョンソンベビーオイル。三菱チルドは凍りそうで凍らない0度。だから取れたての美味しさをそのまま長持ちさせます。三菱チルド。エマゼンクリームは赤いポスポスとかゆみを一緒に沈めます。お肌のトラブルに、エマゼン。大正製薬の製品です。コーラ好きの皆さんにペプシがチャレンジ。お決まりになりましたら筒をサッと引き抜いてください。はい、どうぞ。あなたはもう飲み比べてみましたか？まず貴重なフィルムをご紹介しよう。昭和26年、庭に家族のための専用スキー場を持つ大富豪の家に生まれた三宅裕司は、今に至るまで不自由という言葉の意味を知らない。故に当時から奔放な毎日を送っていた。乳母に育てられた三宅は、生まれながらにして抜群のリズム感を持ち、ドラムに踊りにと天才ぶりを発揮し、芸大で三味線を専攻していた乳母を驚かせた。またその才能を両親に温かく見守られ、音楽のみならず三宅裕司は鋭い映像感覚を磨いていく。あの榎本健一すら晩年まで悩んだというずっこけの感覚を幼少にして身につけ、役者としてのテンポの才能に気づいた三宅裕司、今やあらゆる分野で日本を代表するスーパースターなのである。三宅裕司は安易にテレビ出演しない。しかし、ひとたび彼がテレビ出演すれば、その才能の恩恵を受けないテレビ局はない。つまり、必ずや三宅裕司の番組はヒットするのである。したがって、どのテレビ局、またどのテレビ局員も三宅裕司の番組を担当することをひとえに名誉あることと考えている。つまり、出世への早道は三宅裕司の番組を持つこと、それがこの世界での常識とされている。したがって、各テレビ局の局長クラスの人間を調べてみても、決まって一度は三宅裕司の番組に何らかの形で関わっている。今や三宅裕司なしにテレビ局はありえないとまで言われているのが現状である。その反面、三宅裕司に見放されたテレビ局は悲惨である。ここは赤坂にあるブラザー三宅カンパニー。
全国各地のテレビ局は今日も朝早くから彼の才能を求め出演交渉に長蛇の列を作る。これは通称三宅様詣でと呼ばれ、一度はこの列に加わらなければ一人前のテレビマンにはなれないとまで言われている。東京の TBS テレビでは社員研修のために毎日数人の人間を送り込んでいると言われる。しかし何度見ても見飽きない、何度見ても見飽きることはない光景である。ダメか。あんたもご苦労さんだけど金じゃダメみたいだよ。お疲れ様。三宅さん、今日は早いお目通りで本当助かりました。一昨日から並んだ甲斐がありました。本当に、いや、1日2日なら幸運ですよ。10年以上前に私に会いに行ったきり帰ってこないディレクターがいましてね、ああさっきもまだお会いする順番になってませんかなんて電話がありましてね運の悪い人もいるもんですよ。今頃どうしてますかね。まあ、あの幸運ついでと言っては何でございますけども、ぜひ我が社にご出演の方をですねお願いしたい。いや、皆さんそうおっしゃるんですけどもね、まあ、それはそれああそうですか。まあ我が社も一部上場の企業でありまして、こういったことはしたくないんですが。何ですかこのテープは。いや、まあお聞きいただければお考えの方もですね。はい、戦う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 。これをどこで。いや、まあそれは。おい一応テープはお預かりしますよ。三宅さんの性格はよく存じておりますわかりました、出演しましょう。あ、な、さようでございます。ちょ持ってこい。テープはいただいておきますよ。三宅さんの性格はよく存じております。わかりました。出演することにしましょう。さようでございます。どうもありがとうございました。おい。あのテープがお前世間に出回ったら一体どうするつもりなんだ。しかし一体どこで手に入れたんだ。よし、次のやつ入れろ。あ、テレビ東京の石川でございます。どうも、はじめまして。だいぶ苦労が多そうですな。いや、会社創立以来ゴジラやモスラが東京タワー倒すたびにうちの会社も潰されまして。いや、何しろね、真下にあるんですよ。いや、ですがそのたびに社長以下社員一丸となりましてですね。それで失礼しました。ついお納めください。こうストレートに出られると何ですかこれ。あ、東京タワーの入場券です。それからあの浪人業館の入場券の方も一緒につけてありますので。いや、どうぞ、まあ皆さんでどうぞご一緒に。そのついでと言っちゃなんですけども、テレビ局社の方へもどうぞおいでください。はいはい、わかりました。じゃあ考えておきます。まあ今日のところはね。あ、社長どうぞ一つ目よろしくね。おい、2、3日中にゴジラに電話してな、あの建物ぶっ潰せ。そろそろテレビ局へ行く時間ですか。ああ、そうか、よし。いや、ちょっと待て、今出るとお前他の局のやつがうるせえな。おい、あの手を使うか。わかりました。
していただきまして本当にありがとうございます。あ、今日はですね、社長がぜひともお礼を申し上げたいと参っておりますんで、社長、社長、スーパースターの三宅裕司さんですよ。この度は本当にありがとうございますとこう申しております。なるほど、今日はですね、三宅さんのために家宝の壺をお目にかけようと持ってきたとこう申しておりますんだ。それはどうも、わざわざすみません。あ、これどうですか。なんか軽いんだね、これ。さあ、あの、これ家宝ですので一つね。あ、そう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 、楽屋の方。あ、どうもどうも、これありがとうございました。どうもどうも、よろしく。じゃあ、社長、元気でしたね。明日どうなってる？スタッフが緊急するな。ファミリーの前を閉まらせるな。よろしくお願いします。よろしく。はいはい。よろしくね。あ、どうも。あ、ダメな、お前。すいません。緊張してるもんですから。緊張はわかるけどもさ、あんなもん何に使うんだよ。いや、あの、髪の毛が硬い時にと思いまして。俺のとこロッキー山脈じゃねえんだよ。あ、すいません、あの、緊張してるもんですから。気持ちはわかるからさ、頼むよ、よろしくな。それではやらせていただきます。耳元でデカい子出してるよ、お前。あ、すいません、うせえな。やらせていただきます。あ、すいません、頼むよ。いや、しかしね、あの、三宅さんの部屋を担当させていただけるなんて本当に光栄ですよ。いや、あの、埼玉にね、うちの妹がいるんですけどもね、三宅さんの大ファンなんです。埼玉に妹さんが。あ、ご存知ですか、うちの妹。知らないよ、お前の妹なんて。お前、あ、そうですよね。あ、じゃあ、あの、群馬のうちの兄貴。なんでお前の兄貴、俺知ってんだよ、群馬の兄貴。お前、あ、そうですよ。いや、でも群馬じゃ有名なんですよ。あのね、この間もね、地元の新聞に載ったんですよ。ゆすりの鉄って言うんですけどもね、社会の座に捕まる、なんちゃってね。本当に写真でバチェーと。どういう兄貴なんだよ、おめんとこのは。あ、すみません、どうでもいいけど、お前頭ちゃんとやってくれよ、お前。頭をさ。はい、分かりました。いや、しかし、なんですね、三宅さんぐらいになりますと、あの、他のスターの方たちといろいろあるんでしょうね。どういう意味なんだそれ。いやいや、ですから、あの、モテるんだろうななんて思いましてね。おお、バカ。まあな、いろいろとな。あ、やっぱりそうですか。はあ、はい、誰にも言えないよ。はい、松田聖子と郷ひろみ別れたろ。え、あの、本当の理由な、原因俺にあるんだよ、お前。いや、しかし、神田正輝と。やっぱ素人は騙されるな、そりゃな。しょうがねえよ、お前。聖子は俺と一緒になりたかったんだよ、お前。まあ、泣かれて困ったよ、お前。だけどな、一応な、神田と一緒になったけど、そう言ってやったんだろうよ。いや、まだ嫌々だよ、あれ、お前。あ、そう、いや、これは知らなかった。あ、そうお前、誰にも言うなよ、お前。いや、いや、それも、それも、もちろんですよ。頼むぞ。いや、いや、しかし驚いたな、このプレボーイ。でも、お前、何すんのよ、バカ野郎、お前。すいません。いや、どうした。え、やれよ、だから頭、お前。さっきからやってるやつよ。さっきからやってるって、お前、触ってるだけじゃねえか、お前。いや、いや、可愛いもんですからね、おつむ、てんてんてんちゃって。どう、お前、この野郎。あ、すいません。もういいよ、俺の言うとおりやれ、お前。はい、はい、はい。いいか、両サイドな。はい、あ、もう、さっきカットしてくれ。よし、からな、上の跳ねてるやつの感じですね。よし、じゃあウェーブ整えてくれ。あ、はい。シネラン、うまくな、そっと。そこポイントだぞ、お前。俺のポイントだぞ、お前。そこもね、やろう。よしよし。よーし、それでいいよ。お、触るの、触るの、触るの。お、触るなよ。そうそう、そうそう、そうそう。よーし、いいかな、これな。よし。
当たる。よし、ありがとうね。あ、それからね、カットしたあの俺の髪の毛ね、ビニール袋に入れてマネージャーに渡してくれ。これな、結構通信販売で売れるんだよ。三宅裕司は大スターである。三宅裕司は自分がその時代の人物になりきるためにスタッフにも雰囲気作りを要求する。ちょっと、はい、どのくらい待たせられないよ。すみません、まもなく。どうもお待たせしました。繰り返すが、三宅裕司は大スターである。誰もそのわがままに逆らえない。おはようございます。どうぞこちらの方に。お待たせ。はい、じゃあそろそろランスルーム参りましょうか。あ、悪いね、はい、あの僕の場合変にリハーサルやっちゃうとね、はい、芸が死んじゃうからさ。すぐ本番行ってくれるからね。はい、あの本番で結構でございますんで、はいはい、じゃあ本番に参りたいと存じます。ちょっとランスルーやってくれなきゃ三宅さんとの息が合わせられないじゃないのよ。はいはい、わかりました、わかりました。じゃあ、あのランスルー行きましょうね。あ、はい、まあどうせテレビだからね、これは。ちょっと寒いな。どうしたのかな今日は。いつもと違わない？これ寒いよ。ちょっとこうなってなきゃいけないんだよ。何やってんだ照明は。本当に何年やってんだよ照明を。あ、すみません、あのそれではランスローに参りたいと存じますんで、はい、しようか。はい、失礼ないようにしろ。はい、それではお願いいたします。はい、はい、はい、それではランスロー参ります。3、2、1。俺が出向かなきゃ仕方あるね。おせん、じゃあ行くぜ。あ、いいよ、お前さん。あ、だだだ、あ、ちょっと、あ、悪い悪い、ちょっと、ちょっと、はい、ちょっと足しびれちゃったんだよ。あ、そうですか。俺、これ椅子の生活だからさ、いつも悪いけど、これ椅子に座ってやっちゃダメなの、ここ。え、あの時代劇ですんで、椅子はちょっと。ダメなの？分かったよ、じゃあ。あ、す、なんとかするよ、なんとかするよ。あ、どうもありがとうございます。あ、それじゃあ、あの次は本番で結構でございますんで、そう、一つよろしく。はい、しようか。はい、本番いきます。はい、3、2。俺が出向かなきゃ仕方あるめ。おせん、行くぜ。あ、いいよ、お前さん。お前さん。おう、カット。何？あの、三宅さん、恐れ入りますが、あの時計が。あ、ごめんごめん、これ時代劇だったな、これな。これでも安いよ、カルチェ40万だけど、これ。やはり時代劇ですんで、ちょっと時計を。あ、じゃあ長崎帰りとかそういうことにすればいいじゃない。いや、でもカルチェは。そう、ちょっとね、な、何とかしてくれません？私この後スケジュールが詰まってるんですけれど。あ、悪いね、本当にね、さっきから。いや、僕の場合さ、君たちと違ってこういうの身につけ慣れちゃってるから、ついね。どういう意味？いやいや、別に別に。あ、本番行こうか、本番。はい、はい、それではお願いいたします。あ、しようか。はい、3、2。俺が出向かなきゃ仕方あるめ。おせん、行くぜ。誰が選んでくれたのでもない、自分が選んで歩き出した道ですもの。あの、ちょっとすみません。ごめんなさい、今帝劇で女の一生の主人公やってるもんですから。すいませんでした。団体客相手大変でしょ、今ね。何よ、アングラ出身。アングラと。いや、ここは一つ申し訳ございません。全て私の責任でございますんで。じゃあ、本番に参ってよろしいでしょうか。はいはい、はい、じゃあ、しようか。はい、3、2。 To be or not to beThat is a question. あ、悪い悪い悪い。俺今さ、あのロイヤルシェイクスピア劇団にちょっとね、客演してるもんだから、つい出ちゃってさ。そ、悪い悪い。その発音じゃねえ。なんだと。いやいやいや、もう大丈夫大丈夫、もう私は幸せ者でございますよ。そんなお二人の芝居をも演出できるんですから。じゃあ、すいません、本番を。はい、はい、3、2。選んでくれたのでもない。おわなってね。自分が選んで歩き出した道ですもの。間違いとしたら、自分が間違いじゃないようにしなくちゃ。はい、はい、結構でした、 OK です。うるせえな、お前。 OK ったらもうこれ十分 OK なんだよ。よかったら今な。よかったら待ちです。OK だろ。はい、当たり前だ。OK だろ。どうもありがとうございました。うん、元気やってる。
いやいやいや、ここ行った。あ、そろそろ。ねえ、お二人とも、ね、大女優に大スターでいらっしゃるんですから、ね、ね、ここんとか一つ。まあ、私もね、疲れてたから、ついね。まあ、これで、あなたに役でも降りられたら、プロデューサーが困るでしょうしね。いえ、女優なもんですから、仕事を放り出すようなことは。腹も減ったことですしね、お一緒にお食事でもいかがですかね。そうですね、そうしましょうか。あ、そりゃいい、そりゃいいです。あ、どうもありがとうございます。じゃあ休憩ということでね、うん、あ、休憩するぞ、おい、休憩だ、おい。三宅さんって料理の趣味がいいんですね。いや、それほどでも。おい、音楽。さあ、じゃあ早速いただきましょうか。これであの女優も完全に俺に惚れたな。まあ、いったな。座長。え？あの女優さん、番組降りるって言ってましたよ。え？ああ、惚れた男とは一緒に仕事ができないってわけか。いや、三宅さんのあの物の食べ方がなんか我慢できないとかなんとか。そう？ええ。ああ。やっぱああいう年取った女優はあれだな、男のワイルドさってのは分かんねえのかもしんねえな。なあれ、なんか服あったのかな。死んだのか、死んだんだ。野村で忠告ファンド。夢は一月ごとに増えて膨らむ忠告ファンド。有利で便利、中国ファンド、 Yes 野村証券。街が南になる。ああ、いいビール、アサヒ缶ビール。やってきました、花王ピュアフレッシュタイプ。シャンプーしているうちにスーッと広がるミント感覚の爽やかさ。ベタつき落としてキラリ軽い髪、花王ピュアフレッシュタイプ、新発売。育ち盛りにいいみたい、はちみつ通り。澤でブルーレッドの小林製薬からクイズに答えると、お正月ペアでハワイの旅、さらにこのマークを送るとかわいいパディントンベアをプレゼント。小林製薬のサワデーをよろしく。チキンマックナゲットはますます評判、今だけソースですよ。ワフーワフー、今だけよ。おいしい笑顔、マクドナルド。劇団はミュージカルアクションコメディを目指している。オーディションでも様々な特技が要求される。はい、ご苦労さん。ありがとうございました。次どうぞ。なんて、なるほど、猿の息子か。ございます。そうだ、上で立って20時間方、少々小田原一式町を呼びなされて。なんなんだよそれ、お前。次。洗濯機の排水の音あります。排水、なんなんだそれ、この野郎。誰でもできてるバカ。お前、ちょっと待って。お前、すいません。はい、次のやつ。特技は歌にダンス、人を笑わせること。いいね。いや、劇団はね、君みたいなヒロインが来るの待ってたんだ。名前なんていうの。今村角之助です。帰りなさい君は。
が軽いなおい。嫁の輝きも素晴らしいね。あれひげ剃れるかなそれな。ただなちょっとセリフが心配だな。ああ帰っちゃったか。うちの劇団に合ってないのかな。劇団四季ならあれ合ってるね。最高だな。はい次の方どうぞ。はい16番大谷好きよ。すみませんちょっと緊張しちゃったもん。リラックスしてね。はい、特技なんかあるのかな。あのタップを少々やった。それはぜひ拝見しましょう。はい。はいはい。また今度ね。ちょっと緊張しちゃったもん。緊張とかそういう問題以前だな。合格でしょうか。いいでしょう。このような厳しいオーディションを突破した劇団員を待ち受けているのは過酷な稽古。いい加減にせえ。どこで勉強したんだお前。まさか吉本じゃねえだろうな。吉本で習ったことみんな忘れろ。はい東京だお前。はいいい加減にしろ。いい加減にせえ。どうも失礼しました。どうも失礼しました。違うんだよお前らのは重いんだもっと軽く軽く。どうも失礼しました。どうも失礼しました。だから軽さの中にも悲哀を感じさせるんだよ。それが芸術ってもんだろお前。もう一回言ってみろ。どうも失礼しました。どうも失礼しました。違うっつってんだろお前ら。チケット500回ずつやってこい。テープ録音してこいよお前ら。はい。このような厳しい稽古に耐えても舞台に立てるのはそのうちの何人か。じゃあ石井恵子と岸谷五郎この二人に決める。え座長僕のどこがいけないっすか。お前全部悪いんだよお前は。あんなやつ劇団にいたのかよお前。やめさせろ明日。劇団員の朝は早く生活は貧しい。昨日のうちにスタンバイしてありますよ。だから俺の飯だよ俺の飯。早く準備しろお前。おいちょっと待って なんだこいつはこの野郎。てめえいつまで寝てんだこの野郎。劇団員の生活は最近豊かになった。お前ら豪勢だねおいやってるね。おいおいここに実は味付け海苔があんだけどな。あれ行くお前ら。いやこれああどうしたおお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 ちょっと人数多いな。ちょっと多いな。喧嘩になるな。やめやめやめ。それは俺食うわ。俺食う。ああ、喧嘩って怖い。だって役者はね、海苔なんか食べてお前歯についちゃうと笑った時は歯がないみたいになっちゃう。なんだよお前ら。仲良く食えよそれお前。劇団の公演には朝早くから観客が押しかける。はい、剣あるよ、剣あるよ。はい、剣あるよ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 。どうも。あるわ。剣あるよ。公演には有名人テレビ局から花が届く。ね、いいですか？見てくださいよ。座長から今日の一言だ。いいかよく聞け。
もっと俺を目立たせろ。以上。よし、じゃあ今日は解散だ。いやいや、今日な、特別に俺が怒ってやるからよ。みんな飲み行こうぜ。な。おい、さあみんな。おい、どうしたんだよ。小倉。小倉。はいはいはい、さあ飲み行くぞ。おい、みんなも飲み行くぞ。一緒に、お前らも一緒に来いよ。いいか、飲んでる最中な、俺のあらゆるものみんな盗んじゃっていいんだからよ。お前らな、言葉一つ動作一つ見逃すなよ。いいな、みんな俺から全てを盗めよ。全てを盗めよ。あれ、お客さん、すいません、もう店閉めるんですけどね。いや、他のやつは。いや、帰りましたよ。あれ、なんだ、盗みやがったな、あいつら。プレスリー18歳、トラック運転手のバイトで汗を流していた。みんな A から始まる。アルバイトを見つけるペーパーマガジン。ミートソースならハインツ。野菜やワインの使い方に秘伝があるの。お肉と野菜がナイスミート。美味しさの秘密、ハインツ。どうするの？初めてのボーナス。先輩は？もちろん。夏のボーナスは郵便局の定額貯金。そうだ、タコハイの素と思った時は、そうだ、このタコハイの素をそうだって割ればいいわけだ。タコハイの素新発売。そうだ、あったっけ。スローガン、スチルガン、美しい。ビクターのファインなビデオ。三宅裕司の音楽的才能は抜群であり、数多くのミュージシャンが彼の才能に群がる。こいつもまたその一人だ。困ったな、三宅さん遅いな。三宅さんが来ないと僕レコーディングできない。あれ、もう三宅さん遅いんだから、もう本当。だよ、お前幸宏、いい加減にお前俺頼るのやめろよ。そんなことじゃお前いつまでたっても一本出しできないぞ。お前なんだよ、そこ俺の席じゃねえかよ。お前失礼しちゃったみたいな。失礼しちゃったっつってお前その踏んずり返ってる態度は何なんだよお前。あ、俺帰っちゃうよ俺も。あ、そうかよ、そういう俺は帰るよ。もう何だよ。もうすぐ怒るんだから、この椅子が悪いの。これがね、もう態度すぐビッグになっちゃうのよね。分かれへんだよ、分かれへん。ここ俺の席なんだからよ、お前。よし。なんだな、これ普通じゃ、これさっき見たりふんぞり返んねえじゃねえかお前。ってことはお前、まあいいか。ところでお前、 YMO の時代もさ、みんな俺の案だったけどもさ、たまにお前自分でアイデア出せよお前。意外に大きくなれよお前。はーい。そういえば前から聞きたかったんだけどさ、 YMO ってこれ何の略なの？ M は三宅の M だろ。で Y は、いや YMO っていうのは、あ、お前幸宏の Y か。ヒロ、お前バカ野郎、お前自分の Y を三宅の M より前に持ってくることないだろお前。そういうことないだろ三宅さん。 YMO っていうのはね、イエロー。あ、悪い悪い、俺の勘違いか。三宅裕司だから裕司の Y か。バカだなお前らも。気使ってな、裕司三宅で YM と。じゃあ O は何の略なんだ？ O はだから O は、お前まさかお前の O じゃねえんだろうなお前。いや本当はの王だ。また二人嘘つけばよってお前。の王じゃねえのかお前。それない、それないじゃん。の王よりむしろの王だ。それだよ。投げない投げない。いやー、しかし YMO が有事の Y、 三宅の M、 小倉の王だとは思わなかったな。
三宅さん、じゃあお願いします。はい。ちょ、ストップ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 。これちょっと今一つ盛り上がんねえんだよな。あのね、ベースのレベルを2で下げてみよう。これ OK。 うん、それとね、弦の音もう少し硬くしてみようか。 OK。 からシンセのパンをレフトに振って。 OK。 からタバコをくれ。 OK。 ちょっと待てよ、これね、オーケー。あのブラスの2小節目からね、ローカットをかけようね。オーケー。うん、そうそうそう。そうするとちょっと待てよ、あれがスケーした。あれだろ、あれ今一つ盛り上がり足んねえな、これな。なんかねえかな、あれ。ローカーちょっと、そうか、わかったわかった。ここな、踊り入れよ、踊りを。パーッと、スカッスカッ、足パンパン上げてな、正面パーンってミラーボールかなんか回してくれ。オッケー。雪色ね、さっきのあのシンドラちょっとノリ悪いから、ちょっと小返しな。うん、ちょっとやってみて。違う、ツントンタトン、タスタスタスタトン、こうだ。違う、よく聞けよお前。ツントンタトン、スタ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 トン、こうだってんだろお前。違うってんだろお前、やめちゃうよミュージシャン。何か言ったら分かるんだよ、こんな簡単なことが。だからチャンタンスタトンスタ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 トンだよ。違うよお前、お前が口で言うんだよバカ野郎。何だこんな簡単なこと。ちょっとストップ。もう一回ね、あのドア玉のイントロからちょっと聞かせて。どうもね、イントロのインパクトが弱いんだよな、これな。どうすればいいでしょうか。ね、ベースとドラムこれ絞って、で弦は残すけども、もうちょっとハードにぶつけてほしい。だからブラスね、これレベル上げて、から細かい音全部絞っちゃって。うん、飲んでいいだろ。できました。うん、ちょっともう一回出してみて。さすが三宅さんだ。この曲は永久に残るだろう。ストップ。雪色、お前いつになったら分かるんだよお前。今の世の中進歩早いんだよ。リズムがダメだよ俺。音楽はリズムだな。よし、じゃあ今な、俺が直してやるぞ。ちょっと見たら、三宅さんの演奏を丸々いただいちゃっていいんですか。あの、例によって業界には一つこれで。じゃあ聞いてろよ雪色な、今リズムはな、カリブだ、カリブ。じゃあ行くぜ。三宅さん、すいません、よろしく。じゃあ、あのテープ回します。3、2、1、あ、その前に、あの三宅さんのバックコーラスの件なんですけど、例によって、あの業界には一つ、これで。分かってる、いいか、早く回せよ。あ、雪色、今日これぐらいでな。あのね、三宅さん。どうしたんだよ。三宅さん、おい、今度僕のレコーディング、僕のレコーディングにね、来なかったら怒りますよ。分かった、お前怒りますよ。分かった、お前のことだからね。俺を頼ってる気持ちは十分分かったよ。だからね、三宅さん頼りにしてんだから。このようにアーティストたちは音楽の天才三宅裕司を決して離そうとしない。ただし、まだやわ。
父は単身赴任で北海道、母はママさんバレーのコーチと浮気しないでから弟はグレてうちに寄りつかず私は暴行園で暮らしています弱っちゃったなこれな暴行園ってのよかったなおいペンネーム三宅裕二の妻お前冴えてるねおいこの調子でどんどんハガキいただこうかなこれからな、うん、そろそろここでね曲いこうかじゃあ曲の方早速いってみようどこが面白いんだこのハガキのちゃんと選んどけよお前すいませんそうだろう。今じゃ俺できねえよお前人気ガタ落ちになっちゃうじゃねえかよ、うん、サッカー集めるもんそうしようそれはもう検討しておりますんで疲れてんだあ、皆さんそれじゃそろそろ曲終わりますので戻りますいやーペンネーム三宅裕二の妻お前暴行園最高だよお前な T シャツ送っちゃおう T シャツな、うん、ちなみに T シャツのサイズは L でーすいつの世もスターは孤独だ一般人とあまりにもかけ離れた美貌才能そして大金を持つ三宅裕二もまたその例に漏れないスターは毎日の激務から解放されふと孤独に戻る瞬間自殺を思う俺が自殺したら世の中大騒ぎになるだろうな新聞にはでかく載るだろうしファンの女の子は泣き叫ぶわ株は暴落するわまあ差し詰め国葬ってとこかなスターは才能があるゆえ一面狂気でもあるここにこの間山口からもらったピストルがあるんだこの中にたった一発だけ弾が入っているよしこれで美しく死のう彼は思い切ってピストルを頭に当てた自殺したその姿がフォーカスに乗ってしまった時のことを考え写真写りが良い方を考えてしまう彼も死に直面してためらいを持つしかしこんなに散らかした部屋で死ねるだろうか机の上はきれいにしておこうビールの空き缶をくずかごへとベッドをきれいにしてあトイレを流してないやっぱり靴は揃えよう机の上まだ消しゴムのカスがあるタバコが濃い早く消せ弾一発しかなかったんだよし今度は死ねるとこれでどうしてダメなんだろうあれよし、これで本当に死ねる。いわゆる一つの充電期間になってしまったな。確実だ。苦しい。死ぬかと思った。死ねない。なぜ死ねないんだ。いや待てよそうかこれは神が私に与えた使命だ私はスーパースターだからなもっと庶民に夢を与えなきゃいけないんだ
そうか、私は死んじゃいかんのだよ。いや皆さん、三宅裕司これからもやりますよ。スーパースター三宅裕司、つまらんことで死んでしまった。モーツァルトのように滑らかな、サントリーウイスキーシルキー、グラスをどうぞ。